イランパッペは、イスラエルの歴史家、政治活動家、エクセター大学教授。まだ建国間もないイスラエルのハイファにおいて、ドイツ系ユダヤ人の両親との間に生まれる。18歳の時に、イスラエル国防軍に入隊、第四次中東戦争に従軍した。1978年に、ヘブライ大学を卒業。1984年には、オックスフォード大学で、 歴史学の PhD を取得。ハイハ大学で教鞭を取っていたが、2007年に退職。その後、自身の政治スタンスを理由に、イスラエル国内のあらゆる大学から民間拒否され、最終的にはエクセター大学に移り、教授を務めている。大学で教鞭を取るかたわら、政治活動も行っており、 1996年と1999年のクネセト総選挙に共産主義政党、裸足から比例順位7位で出馬している。しかし当選はしなかった。彼はイスラエル国内で新歴史家の一人と呼ばれており、その特徴としてイギリスはユダヤ人国家の建設を支持したのではなく、パレスチナ国家建設を支持したであるとか、パレスチナ難民は 自発的に国を去ったのではなく追放されたなどといった視点に立つ。パッペは、シオニズムはイスラーム投資より、はるかに危険と主張し、イスラエル製品ボイコット運動、世界中の大学におけるイスラエル人教授の受け入れ拒否運動などを全面支持する。彼は、イスラエルサハにおいて、主流の主張となっているイスラエルパレスチナの、に国家共存ではなく、 ユダヤ人とアラブ人のどちらが主導権を持つわけでもない一つの民族共生国家による平和を主張する。また自身の著書でイスラエル建国によってパレスチナ人に対する民族浄化が行われたと主張。これらの主張からイスラエル国内ではほぼ完全に国族扱いされている状況であり、殺害予告も受けたことがある。ありがとうございます。